ウラジーミル・ペニャコフ DSOMC は、イギリスの軍人、ポプスキーの愛称でも知られる。ポプスキー士兵団として知られる、特殊部隊を率いた。最終階級は中佐。ウラジーミル・ペニャコフはベルギーにて、ユダヤ系ロシア人の両親のもとに生を受けた。1914年、イギリス・ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジに入学する。著書、ポプスキー。 エスプライベートアーミーの中で、彼は、自らの学生時代について、私の創熟な脳みそに知識を押し込むべく、私は何年も少なくとも3名の講師を常に、雇っていた。と述べている。当初、第一次世界大戦には、道義上の理由から疑問を抱いていたものの、四学期の学生生活の中で、バートランド・ラッセルからの影響もあり、英国政府当局の主張に理解を示すようになった。 しかし、多くの友人たちと異なり、イギリス陸軍の長い訓練期間を嫌った。彼は、フランス陸軍の砲兵隊に兵卒として入隊したのである。その後、彼は前線で負傷し、休戦後にイギリス本国へ送還された。戦後、ペニアコフは、グルノーブルにて、機械技師の資格を取得する。彼は、父親の科学工場で働いていたが、 1924年には、エジプトに移り佐藤生成所を創業した。その後の15年間、彼は、アルプス山脈に登ったり、軽飛行機の操縦資格を得て、中東方面を飛行するなど、様々に余暇を満喫した。また、砂漠の探検にも乗り出し、多くのアラブ部族と出会い、その歴史や地理について学んだという。その後、王立地理学会の研究員となった。 またこの時期に、ジョセフェ・セイゼンスと結婚しており、1930年と1932年には、娘のオルガとアンがそれぞれ生まれている。1940年10月4日、総予備軍団付の少尉として、英陸軍に招集され、リビアアラブ軍に派遣される。GSC は有事において、一般部隊に所属しない特技を有する、予備役長校を所属させるために設置される部署である。 この召集に伴い、彼はジョセフェと離婚した上で家族を南アフリカに移住させている。1942年10月、ポプスキー紙兵団として知られる特殊部隊を編成する。彼はこの部隊を率いて様々な作戦に参加していくことになる。1942年11月25日、先行十字章を受章。 さらに1945年4月26日には、ことこウ勲章を受章した。1947年、ベルギーのヤシオツケオウカン勲章主官級及びヤシオウ、第二次世界大戦先行十字章を受章した。第二次世界大戦後、ポプスキー紙兵団は解散した。1948年4月2日、パメラファースト結婚。その後、ペアコフは中佐に昇進し、 ウィーン駐在の英露連絡商工として勤務した。動員解除後は、正式にイギリス国籍を取得し、作家やニュースキャスターとして働いた。彼が表した、ポップスキー紙兵団に関する書籍、ポップスキー・エスプライベート・アーミーは、ベストセラーになったものの、その後まもなく深刻な脳腫瘍が発見される。そして1951年5月15日に死去し、 サフォークのウィクソウに埋葬された。彼の死後、妻パメラはタイム誌の編集者、トーマス・スタンレー・マシューズと再婚した。パメラは2005年12月5日に死去し、ペニアコフの隣に埋葬された。ありがとうございます。